お疲れ様です。暗号通貨ニュースの時間です。1週間ほど前ですけども、私、シロサイっていう暗号通貨ね、これがいいんじゃないかなってことでお勧めしたわけなんですけども、このシロサイを購入された方がね、何名かいらっしゃいまして、で、その中のお一人からね、こんな連絡をいただきました。ちょっと見てくださいね。どんな連絡かというと、これですね。はい、ちょっとプライバシーに配慮しながらになりますけども、このような短い文章で来ております。2月6日20時51分ですね。だからおとといです。こんばんはいつもお世話になっています。昨日先生の紹介していただきましたシロサイを買ったら10倍になりましたと。売った方がいいですかね？びっくりです。ということで、まあ、すぐに売った方がいいよっていう、まあ、返信をさせていただいたんですよね。で、もう一回ちょっとチャートの方を見ていただきたいと思います。これですね。はい。きっちり10倍になってるでしょ。ギュンとね。まあ、こういうことなんですよね。もともとシロサイってもっともっとね、時価総額高いコインだったんですよ。で、それがガーンと暴落して90%以下に落ち込んだわけなんですよね。だからポテンシャルがあるんですよ。だからこういうふうな10倍とか100倍とかが見込めるコインをいくつかね、まあ、わずかな資産でもいいから買っておくと、急激な上昇で利益を得ることができるわけなんですよ。で、これ急激な上昇って言っても、もともとは、もっともっとね、100倍ぐらいの値段がついてたコインですから、それがちょっとね、小ぶれして、当時の10分の1価格まで盛り返したみたいな感じなんで、本当はね、まだまだ上がるんですよね。まあでも、こういうふうにして、上がったら利食い、上がったら利食いみたいなことをしておくのが大事です。今回は以上ですかね。もうシロサイまたチャンスが来ると思いますけども、まあ、これからもね、他の目立たないコインを紹介しようと思います。こうやってね、だいたいね、600番、700番、800番台のランキングのコインが結構おすすめなんですよね。では今回は以上です。